昨日俺はなけなしの勇気と財布を振り絞り愛席屋に行ってきた。30分1500円という魔境の地で俺が手にした一筋の光、ミクちゃんの連絡先。俺はミクちゃんのことが好きかもしれない。ミクさんに LINE するか。あーでも嫌われたら嫌だな。よケンジ、どうした？あ、先輩、実は気になる子がいて、 LINE していい感じになってからデートに誘いたいんですよね。誘えばいいじゃん。いや僕、いつも女の子との LINE は長続きしなくて。じゃあ俺が見てやるよ。どれどれ？まず一つ目のポイントは、相手の名前を必ず LINE に入れておくっていうことだな。こんにちはってただ言うんじゃなくて、ミクさんこんにちはだな。相手の名前を呼ぶことで親密度が上がることは心理学的にも証明されているんだ。人が最も好きな言葉は自分の名前なんだよ。名前を呼ばれると覚えてくれたんだとか認めてもらった感があるだろ。つまり実際に会う時も必ず名前で呼んだ方がいいんだよ。お前とか NG な。確かに女の子にケンジ君って呼ばれるの好きだわ。ケンジ君。先輩ありがとうございます。先輩、これでどうですかね。ミク殿、拙者ケンジでござる。先日はお足元の悪い中お越しいただき誠にありがとうござった。愉快な会話にお酒が進み、優雅な時間を過ごさせて。業者か。いや業者じゃねえんだから、こんな固い文章を送っても相手はつまらないでしょう。つかありがとうござったって歌舞伎か。もっとわかりやすく、これじゃあ業務連絡だよ。ゆるすぎはダメだけどさ、ちょっとだけ絵文字も使おうぜ。確かにこれじゃあ会社に送ってるみたいですもんね。そうそう、あと相手が興味のあることは最低限調べて、相手の感情に共感した方がいいよ。共感？そうそう、相手が北野カナが好きって言ったら、こっちも同じように取説いいよねみたいな感じだね。面白くないとやっぱり LINE って続かないでしょ。でも僕、北野カナに詳しくなくて。ググれかす。先輩 LINE 送りました。お、帰ってきた。やった、早速返信だ。いやちょい待て、急ぎすぎるな。 LINE の速度は相手に合わせるのが基本だよ。まあ2日後みたいな超遅いよりは早い方がいいけどね。とりあえずガッツキ感が出るとモテない。そういうのはモテないやつがよくやりがちな行動なんだよ。相手が20分かけて5行返ってきたら、30分かけて4行返すくらいでいい。変に下手に出るな。了解です。5日後。あれからどう？ LINE 続いてます。いいじゃん。で誘ったの？それがどうやって誘ったらいいかわからなくて、とりあえず今から誘おうと思って、今度暇な時にお出かけしませんかって打とうと思ってます。いやそれ最悪だぞ。彼女何に興味があるか分かったの？確かケーキが好きで、モンブランが特に好きって言ってたような。じゃあまず甘いもの好きに共感して、盛り上がったところで近くにモンブランの美味しい喫茶店があるから一緒に行こうって誘いなよ。ハテナとかつけなくていいから、あとモンブランの美味しいお店探して。先輩わかりました。先輩、ミクさんとデート決まりました。マジか、よかったじゃん。ちなみに先輩に言われた通り、モンブランのお店の下見に行ってきました。おお、そうか。初めて行った場所でおどおどしてたらダサいから下見は必須だよ。これ一応先輩のモンブラン買ってきたんで食べてください。おお、うまっこれはうまいわ。食べましたね先輩。え、デートの攻略法も教えてください。え、今日の授業は終わり。また来てね。